つまりで結果出たんですけども、結果出た後、メンテが入っ、メンテが入りまして、66ダウンロード突破のキャンペーン、第2弾が発売しました。推し松ガチャが登場と。マリン映画ウェイター、水着海賊が出やすいと。まあ、これもね、目標は高く再登場。一応、アトラクションも、アトラクションじゃないな。注意しますです。アイテムが、アイテムが再登場と。次のメンテナンスまでの間ですね。1月22日までの間。じゃ、おやすみ。だね。ちょっと読み込みが遅いな、これ。読み込みが遅いぞ。白い中来た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 、押し松ガチャね。仕事探せって、それぞれ押し松ガチャね。確率が2倍と。2倍でもね、覚醒まで行きたいんですよね、一気に。なんで兄弟なのに。ほうほうほう、視線ください。すごいね、重視ますな。これと、あと今ですね、期間限定チャレンジ開催中。だね。目標は高く、便利なアイテムをゲットできると。神秘には刺激が強すぎるだろう。なごみが今来てるんですよ。今さらなごみって感じですけど、一応芝松ではこれが初めてなのでね。みんな和んでるね。仕事探せって。和んでるよ。というわけで、前回の報酬から参りましょう。いろいろ溜め込んだやつね、一気にこれ、もらうから。引き換え券ももらう。なんで兄弟なのに。今年こそは、就活頑張ります。というわけで、前回の結果がですね、67,117 ポイント。で、頑張ったんですよ。頑張ったのに、ランキング的には 18,618。これ頑張ったんですよ、結構。前が確か3万とか、今までね、結構3万とか多かったところで、倍まで上げたんですよ。それなのに、報酬はこれというね。全然もう、1万円以下にも届かなかった。前回は手に入らなかったんですけどね。でも引き換えだけはしたいと思います。まだ引き換えていません。アイテムの封鎖で吹き出しのお願いの達成時の獲得コイン数が 10% アップする。コイン数がアップね。ワンワン。まだ全員、してみましょう。これは、これよく聞くな。ヤホーよ、よく聞くな。よく聞くんだけど何話か思い出すんだ、いきなり。バウバウ。英語圏での言い方かな。星屑がついてるぜ。10話一期10話、闇みちびたのネンタル彼女、痛いな。ワンワン、何伸ばすんだろう。トロボス兄さんは散歩これは3話ですね。3話、パチンコ警察ですね。
バン。一マス兄さんがね、ビジュアルが結構なんだろう、攻めた感じだね。いいから。これ今だと、今だどこだ。いいか。いいなだったらもう少ないな。笑ってるようにしか聞こえない見えないんだけど、龍島さんもほんと犬ぴったり合うからね。かっこいいね。うん、かっこいい。うんうん、まあかっこいいのか。どっちキャンキャン。あざとい。鳴き声あざとい。変わらずだよ。うちで保護しよう。うん。自分がね。うちで保護しよう。ゴはエスパーニャンコですね。とここまで全員が来ました。まずリセットされます。ここからですね。ビジュアル変わるんだよね、多分。どうしよう、誰手に入れるかな。あくまで見た目ね、見た目的なんですけど、見た目でなー。いや全員欲しかったよ本当は。気になるキャラでいこうか。まずおそばせんさん。で、どうなる？覚醒すると服装、何やら変わるのか。ひゃほーい！これが俺の全力だー！ずて。転んでるんだね。なるほどね。悩むな。一人はもう決まってる。もう一人をどうするか。重始末か、チョロマス兄さん。うちどっちか。もう一つのうちのどっちかであって、もう一人はまた別。まあ、推しか。うん。推し。野球すんのかな？よしの4は。4はトトコなのだ。なんだ口を閉じる重始末ってなんかなんかより可愛さ増してるんだよね。これ可愛い。よし、でもう一人決まってるんですよ。一末二さんです。どうなるのかこのビジュアルが。あんまり変化はない感じなんだよね。見た感じだと。ポーズ的にはね。そっからどうなるか。分かり合えるよ。今のは4は、就職しようだったっけ？じゃあ、自立しようだ。自立しようだ。限界突破したからって、俺に期待すんなよ。寝ちゃってる。寝ちゃってる。あーかわいい。はい、引き換えできました。
寝坊者、あ、こうなら大丈夫か。おやすみ。さ、まずはイベントストーリーがどこまで見たっけな。3話までは見たんだよな。じゃあ4話5話を見てからにしましょう。犬を見に行こう。行くぞ。どうすればいいの？いや。ほうほうほう。まあ確かに。多分ないんだろうな。なんだよ。だろうね。うん。ああ。ふ。ああ。この流れだと多分自分たちがなればいいんじゃないかとかっていう流れだよね。あ、犬。え、おい、どうした。え、ま、ちょ待って。え、え、子犬。あら、え、すごい。おお、かわいい。うんうん、そうそう。すんげえ可愛くね。うん、うん、お前、うん、いいね。ああ、僕にいい考えがある。うちで買っちゃダメかな。はっ、そして行こう。確かに。ニートが一匹。一松二さんをよく連れてる猫はどうなの？その。うん。いいね。うん。やったね。おい。名前をつける。はい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 。いいっすか？いいっすか？あ、飼い主いた。うん。うん、まあ確かに。顔。しょうがねえな。ふん。女子大生。でしょ？やれやれ。ふぅ、相変わらず目が。ふぅ、あ、なに、どうした？やっぱり猫がいい。なんで？はぁ、あ、はぁはぁ、そういうストーリーだったね。服装には全く関係ないんだね。じゃあキャラストーリー見ましょう。覚醒したのが3人なので3人見ましょうか。下か。ほら、まずは止まってみた。二人で散歩なのね。ベニマツで。いや、だって。まあね。へえ。あ、何？あ、何？どうした？何してんの？どこ見たんだろう。は？で、目的は何なの？違うから。ああ、僕はやんないよ。んなことねえよ。いや、いいこと。ああ、別にいいよ、気にしなくて。ん？
あもしかして今の何かするのか。とりあえずまず解放しよう。解放。よし解放。まさか。はい、こう。ここここだよ。あれ？うん？犬と一緒。何？やべえ。なんだ。あれ？全然わかってねえ。うん？あれ？どういうことなんだろうか。はい次。注意します。はい。やっぱりか。やっぱりか。いや、そこは…普通じゃないでしょ。おりゃー中始末、疑問持て疑問持て中始末おそ松兄さんに言われたから仕方なくなってんだと思うけどちょっと自由始末から見ようかな。あとは相談、相談があるんだけど。問題始末だな。ほうほうほう。金松兄さん、一松兄さん。じゃん、じゃん。ん？何犬になる？金松だ。死ぬボケあのいいね、聞いたことない。確かに本当に一理あるか。やめるんだはい頑張ります。やばいよ、予想外の勘違いを引き起こす。いや、待て。ん、新しい顔になってる嘘だろ。あまずいいや、これはなるよな。登場人物は一緒ね。もう嫌な感じがしない。じゃんじゃん着てるわけじゃないのやめるんだいや、マジで。もちゃもちゃどういう状況なんだこれ。バチコイなぜそんな余裕なんだ。いや違う。ああ面白かった。終わったなんで。いや、なんでもないアンダースタン。さあな。確かに。ネタ確かに。結局それだけか。無事始末ったら何でもなれそうだからね。イルカになってるしね。一応は。そして一松兄さん、どうなの？この道あるか。おっと二人一松。まさか気まずい雰囲気なんないよね。あ？ポチ。いや、
こういうバイトをしたらいいんだ。部屋に犬がいる。すいません、ないわ。ちょっと待って。あ、そういう交換条件なんだ。あ、そう。話し合おうよ。ああ、大丈夫。ああ、普通に話してますね。が、あ、当時から一緒だね。後編になるとどうなる。あ、向かってきてんの。いや、あの猫が気になってる。ち、計算が狂って。うん、手間かけさせやがって。やめて。エスパニャンコ。エスパニャンコが出てくるなんて予想外だった。マジか。1時間後。それじゃ。うん。うん。ん？エスパニャンコ喜んでんだけど。あの、いい。何？考え直せば。なんで急に。いいから。仲良くなった。いや、ちょっと待って。どういうこと？これでいいんだよ。多分。ってなんでだ。まあ、Sニャンだったら仲良くなれるか。はあ、というストーリーでしたと。ああ、もうストーリーばっか見てたな。さあ、このダイヤをね、会ってもらう。そして今来てるのが、ちょっとお知らせをもう一回見てみましょう。お知らせ、ちょっと飛ばしちゃったやつね。どれだっけ。ガチャじゃなくて、なんだっけ、ガチャじゃなくて、ガチャじゃなくて。ああ、じゃ、おやすみ。これイベントだもんな。これだ、期間限定チャレンジ。ほう、なんだこれ。畑で作物を100回収穫、200回収穫、5回叶える、あとアイテムがもらえると。ニャンコの願い事を10回叶えるとクリスタルとフレンドコイント、あ、ほうほうほう、もらえるのね。ああ、期間限定チャレンジは17日、今現在ですね、おそ松さんの15話放送前なので、なのでまだ15なんですけど。おやすみ。ああ、17、水曜の昼、1時だ、1時までと。間に合うかな。急いでやれば間に合うかな。そもそも何でもいいんだよね。適当に植えとこう。人参減るからな、結局。この辺で。始まってる場合はやっぱりあれが早いのかな、麦が早いのかな。麦、サトウキビかだね。サトウキビだっけ。麦でいいんだよね。麦そろそろ出ない。ちょっともう人参ないんだよな。
ちょっと寝かしとこう。おやすみ。ムタさんおやすみ。ことここ、かま、よし。ちょっと、タッチしてないぞ、こっちは。あ、リンゴが、リンゴが減った。明けましておめでとうございます。よし。まだリンゴはセーフだな。こっちのリンゴは？今年こそは、就活頑張ります。こっちのリンゴは、あっと、2箇所アウト。もうどうしたらいいんだよ。すごくいい天気、散歩日和だな。他も回収したいんですけど、ちょっとそれよりもね、一個だけちょっと解放できたものがあるんですよ。35突破したので、実はこれずっと開けてませんでした、イベント期間中。なので、これを解放したいと思います。釣り堀だったっけな。おお。釣り具屋完成。釣り具屋で餌を調達して釣り堀で使ってみましょう。ストーリーあるかな？あるよね。ただし、ん？中心末。あ、ね。わかんないかな。ふん、しょうがないな。ゆえに。食べてもいいかな。ブラザー？ノンノン。よいしょー。ノンノンノン、ジューシマーツ、ジューシマーツ。もう入っちゃってるんだね。いくぞー。バタフライ、バタフライ。やめるんだ。ああ。ああ。お、なんだこれ、なんだこれ、お、お、なんだこれ。とりあえずまず餌、なにこれ、カイト。あ、これは確かこのアイテム、確かこれだよね。この交換どうしてもな。じゃあ、おやすみ。あのゲーム思い出すんだよな。これだよね。ああ、なるほど。位置が変わるのね。ホタテで結束。試しに一個だけ解放してみよう。お試しで。さあ、ここに投げてみよう。お、跳ねてる跳ねてる跳ねてる、ピチピチピチ跳ねてる。お？何が手に入ったの、これは。何が手に入ったの、今。まぐろ。まぐろ。実は少し持ってるというね。いろいろ交換条件探してるときにね、交換っていうか、あちこちね、確か販売所探して回ってたときに見つかった。だから手に入れてはいた。働きたくないね。吹き出しのお願いだもんな。こっちのお願いでもいいのかな。めんどくせえ。お、カカオ。
そういえば確保もできたんだよな。取っとこう。そこは OK。 ここはじゃあおやすみ。ここもセーフだな。よしよし、カカオあげる。クズです、ゴミです、生きる気力のない燃えないゴミ。あれ位置足りない一松兄さんだけにあ、まだまだこの吹き出しの願いもやってないからな。変ね。他のもさせておくべきなんだよな。でもな、結構減るんだよな減るから、この辺にトマトとか置いとこう。あ、キビできた。キビ OK ね。これかな。あとは、大根でいいや。余ったところ大根。あとちょっとだけ拡張はしてるんですよね。周りを。拡張したけど、もうないよね。ヘルメットが異常な数あるけど。拡張もまだ、拡張がこれに足りないんだよな。これだったらやってもいいけど、こっちはもう全然足りない。ただ何も達成もできないんだよな。チャレンジ、日陰ってチャレンジ。じゃおやすみ。吹き出しの願い5回叶える。吹き出しだからこれでいいのか。働きたくないねー、ひゃほーい。いやー、あげれん。いやー、厳しいな。小学生が相手でも女子というだけで緊張。新品のカラマツ。今のだよね、今のだよね、やっぱり。いやー、じゃがいもこんなに減らしたくないなさすがにもったいないな。出しはな、本当ランダムだからな。新品には刺激が強すぎるだろう。人参まだか。人参早く使いたいんだけどな。じゃあおやすみ。おう、大変なことしてた服装変えてなかったなんで兄弟なのに。じゃあすっごく口に、すっごく口に向いたのに、なんで変えてなかったのね。事故るとこだったよね、確か。服装変えてなかった。本当か、危ないだったよ。俺は孤独に行く。え、これどうしようかな。もう正月バタがまあいっか。可愛くない。可愛い。うん、可愛い。速度。データあざとい。どっちがいいかな。分かり合えるよ。データあざとい。いや、一松兄さんがあざといな、これ。かっこいいね。でっか。でっか。やったー。それでどっち。かわいい。あざとい。あざといぞ。よし、揃った。こんなかわいいのに。データがあざと、口に星屑がついてるぜ。いやー、可愛いな、それぞれそれぞれの可愛さがあるな。お、死には来てる。吹き出してまだか。データあざとい。お、あ、ここね、まだもだい、まだできんの。あー、そうなの。データあざとい。お、じゃあ使い切ろう。
ほうほうほう。余計なお世話ないわ。こんな可愛いのに余計なお世話。ほう、データあざとい。バチコイ。余計なお世話ないわ。余計なお世話。よし、次ランダムにしよう。誰にしようかな。口に星屑がついてるぜ。やっと来たかい、カラマツガール。カラマツオブラブ。うん、鍵じゃ欲しかったな。俺は孤独に行く。これ骨使い切ったはずだよね。こんな可愛いのに。お、吹き出し来てる。どうも、チョロマツです。我が計画は完璧だ。よし、これで吹き出し2、あと3か。あと3か。厳しいな。他も回収した方がいいか。しても追いつかないよな。じゃがいもがじゃがいもだな。他の吹き出し待つしかないか。ってことでこれは却下だからな。あ、ごめんね、カホ。あ、あっぶね。あ、俺は孤独に行く。あざとい。おっと、これはこんな可愛いのに。これは牛乳がめっちゃ増えるな。牛乳めっちゃあるね。よしよし、作っとこう。ないわ。もうあちこち足りてるのかどうかって確認しないとな。あ、散歩。大丈夫かな。お、よしよし。これは絶対来そうだな。まだだった、大丈夫だった。よしよし。来ないな、吹き出し。待っても来ないよな。遊んでくれなかったのあいつらだし。にわかな。というわけで、今回ですね、まあ、バタバタバタってやっちゃいましたけど、謹賀新年の新しい、前のイベントね、結果報告と、キャラ引き換えと、イベントストーリーね、と、今のイベントの、まあ、ちょっとね、お知らせ。おしまつガチャは多分、持ってるやつ足しても多分足りないよな。900でもな。多分見てないやつ含めたとしても多分足りないと思います。でも無償で入れるかどうかって言われてちょっと悩むとこなんで、そこは考えます。もしかしたら裏で聞いてるかもしれません。俺は孤独に行く。というわけで今回は